理教は大韓民国の韓国放送公社所属のアナウンサー。KBS ニュース級のキャスターを2019年1月から務めている。医学業とも表記される。1985年10月16日に韓国のソウル特別市で生まれた。2001年に01女子高等学校に入学し、2004年に卒業した。同年。 聖近館大学校英語英文学科に入学し、2008年に卒業した。2012年に KBS の第39期公募採用でアナウンサーとして採用され入局し、KBS 地ュ放送総局で勤務した。その後 KBS アナウンサー室に所属して番組の司会進行及びキャスターを務めている。出演番組は2015年の生き生き情報。 2015年から2016年の KBS グローバル24、2016年から2018年までの KBS ニュースラインなどで、2019年1月1日からは、KBS ニュース9の平日放送のキャスターを生む、ギョンチョル記者と共に務めている。また2018年から毎日夕方4時から6時まで、KBS のラジオ局ハッピフムの美学卿のハッピータイム4時で、 司会進行を務めている。ありがとうございます。